おはようございまっちょ、フォルテです。みんな、おざす。モーニングコーヒーでございます。ただいま演奏会の前々日ぐらいかな、なんですけども、今日はね、演奏会前のちょっと練習ルーティンをちょっと軽く見せていきたいなと思います。どんな練習をしてるのか、例えば1時間とかそういういろんなプログラムとかができた時に、フォルテはどういう練習をしてるのか、お見せしていきたいなと思いまっちょ。で、今回演奏会で弾こうとしている曲は、子犬のワルツと、ノクターンと、10-1、ショパンの1度、10-1度、10-4。あとは、英雄ポロネーズと、ラーカンパネラです。あとなんか、歌をちょろっとやろうかなと思ってます。どんな風に練習を進めていくのかについてね、やっていこうと思ってます。スタート！まずは、英雄ポロネーズ。これは、苦手なところというか難しいところがもう分かってるので、そこからまずやっていきます。弱点っていうのが必ず曲の中にあって、自分の苦手な部分っていうのが弱点なんですけど、その弱点をあえて練習して自分の強いポイントにしてあげます。段階の中で本番ってどうしても緊張とか興奮してしまうんだけど、それをちゃんと第三者の立場になって見ることが結構重要で、それをするために自分が必ず落ち着ける、演奏がガーって入ってるのを一回遠ざける場所を決めとく必要があります。何が言いたいかというと、興奮してグワーってなってしまうと何弾いてるか分からなくなってしまうので、それを抑えるためにも自分の中で少し落ち着けるポイントを作っておくのが重要です。英雄ポロネーズだったらオクターブの鬼の連打の後、こうやって興奮してるけど、ここのフレーズからはちょっと体を離して一回落ち着いて、また音をリセットして作り直すっていう作業をしてます。それをすることによって大興奮を抑えることができます。僕はね、で本番前は結構片手練習が多いです。その理由としては、もう結構やっぱり本番で持っていく曲ってある程度やっぱ引き込んでることが多いから、改めてリセットするためにも片手でやってあげましょう。結構得意な曲をいろんな演奏会で弾くっていうことが多くて、まあ、英雄ポロネーズとかラ・カンパネラとか有名曲だから結構プログラムに取り入れてる人が多くて、もう何年も弾いてるピアニストがたくさんいます。例えば1曲自分の中で持ち曲を増やすのにやっぱかなり時間がかかりますと。ってなった時にやっぱいろんな曲を増やしていきたいと。ってなった時に1日1分でも5分でも過去にやった曲を練習しとくだけで自分のレパートリーが増えると。キーシンだって10歳の時とか11歳ぐらいの時に検定とか弾いてたけど、今おっさんになった今でも弾き続けてると。それでも価値があって聴きに来てくれる人がおるという状況だから、クラシックのピアニストっていうのは1曲仕上げたらずっと弾き続けることができると。で、まあその成長していく段階で揉まれどんどん変わっていく様子も見せながら発信していくことができるっていう面では、かなり曲を仕上げる上ではいいと。1曲の中で自分で人前で出せるよっていう曲を少しずつ増やしていくのがベストなので、こういう細やかな練習もやってあげるとベストです。ちょっとね、集中力が切れたからちょっと木枯らしを練習して、木枯らしも今はレパートリーの中には入ってないけど、何ヶ月後か何年か後には自分のレパートリーとして演奏会で持っていけるようにするために、演奏会で弾かない曲だけど少しだけでも練習してあげると。それによって楽になる、今後が。そのためにやっていきます。やっぱりいろんな曲をいろんなも軽く浅く触れて、どんどんかじったものを増やしていくと。たくさんいろんなものをかじって極めていけれそうだなと思ったらバクどんどん食い進めていくっていうのが一番ベストです。で、一回味見をしておけば、今後1年後2年後でもう一回この曲をレパートリーにしようって言って本気で練習した時に、かなりスピーディーに習得することができるから、いろんな曲をかじっておくのが大事です。なんかね、コメント欄とかでいろんなものに手出し好きじゃないですかっていうコメントがあるんですけど、いいんです、それで。まあ僕はそういうスタイルでいろんなものをかじって少しずつレパートリーを増やしていくっていう段階なので、まあレパートリー増やしたい人は結構そういうことをする人が多いです。ピアニストの先生とかに聞いてもやっぱそういうことをするって言ってました。いろんなものをかじって、少しかじったもの強みだけでも終わらせておいて、何年か後にまたもう一回勉強し直すときに早くするためにかじっときなさいと言われましたので、僕もそれを今頑張ってる最中です。じゃあ演奏会の曲に戻りますと。ここら辺弾けるわ。ここが難しい。こういうね、技術的に難しくない曲は本番のピアノによって大きく音が変わるから、どこでどういう音を出すかイメージをつける練習を片手ずつやってあげます。こういうところの音でもっと研ぎ澄まされた音が欲しいっていうのを思ってるから今止まりました。どちらかというとテクニックというのはペダリングは難しいですね。そのペダリングのための練習を片手ずつでやってあげますみたいな感じでね、その細かく本番前は練習します。もし仕上がってる曲だったとしても超ゆっくりやります。みたいな感じでね、細かく練習しますね。でね、これはもうコンクールとか、あとはもう本番が発表会前とかで、やっぱ上手になりたい方、曲をどんどんもっと仕上げていきたい方に向けた練習なので、もう僕の練習は結構古典的で弾けないとこをひたすら何十回何百回ってやる感じの練習なので、皆さんやってみてください。今日はね、こんな感じで終わりたいなと思いますので、それではコーヒーに乾杯。チューズ。